久保さん私の生活の一部ですにしましょうか <laughs>。このね、久保さんのコメントを僕が <laughs> 読み上げるって面白いですよね。どうですか <laughs>。コメントを非表示にしてるので。ね、ただ乗りですね。ただ乗り。まあ、久保さんがね、誰かの放送チャンネルであの相乗りしてくるっていうね <laughs>。自分放送してないけど、番組をご覧のさ皆様みたいなね <laughs>。お前番組やってねえじゃねえかみたいな。 ま、ここのね、コメントにある通り、私の生活の一部ですと。あの、YouTube 興味なかったけど、YouTube 見ることで、なんか元気もらってるとかね、楽しいとかワクワクしてるっていう。僕がね、インターネットに触れた時に、あの一番、もう今はもうすいません。もうその感動ワクワクなくなっちゃってる部分あるんですけど、やっぱ一番最初に感じたのが、その向こう側の世界なんですよ。こんな世界があるのか、みたいな。 インターネット上に広がる無限の世界ですよね。まあそこにワクワクしてすごいなーっていう、なんなんだ知らないことたくさんあったりとかね。うわーってすごく感動したのは覚えてるんですけど、まあ多分まあこの方はね、多分そういう感じだとは思いますけど。うーん。だからやっぱね、あのー、今はね、自分が半径、昔はね半径5キロとかわかんないですけど、その、 その中での価値観だったりとか、その中での生き方しかなかったんですけど、今まで、これ、今はね、いろんな人の考え方に触れたりとか、いろんな世界をインターネットを通して見れるわけですよ。すごいですよね、これは。だから、あの、現実を生きてるようで、仮想,仮想世界を生きてるようなものなんですよ、もはや、今はね。なんかその、今後、その、知能がね、 クラウド上にアップロードされて仮想現実で生きるとかねそういう都市伝説もありますけどもいや今がもう仮想現実みたいなもんですからだってみね久保,さんなん久保さんと僕なんか多分ね一日の中でね多分僕,僕の会話聞いてる方が多くないですか久保さん <laughs> 多分多分今人生において久保さんの結構中心にあるのが僕の動画なんですよだって僕のやりとりが一番多いのでそ,そうじゃないですか だけど、これは仮想なんですよ。別に目の前に僕、久保さんいないですし、僕の目の前にあるのはカメラです。ウェブカメラしかない。わかります <laughs> <laughs> ウェブ、だから久保さんもね、カメラに向かって喋ってるだけじゃないですか <laughs>。目の前に久保さんいないんだけど、久保さんとの関係め、もう毎日深いぞみたいな話ですよね。すごいなと思いますよね。だから、どの世界を生きてるのかっていうと、もう今現時点でも仮想世界を生きてるんじゃないかなと。 目の前のリアルとつながってる世界の向こうが違うと。うん。でもう距離ネ、ネットが出てきたことによって距離とか全くほとんど関係なくなったと、時間と概念が。だ僕たちは今そこで生きてるわけですから、それをうまく人生に活用していくっていうことがいいんじゃないですかね。だからもう見てワクワクするのもよしだしただ、億万長者合宿では、まあ、発信しようぜっていう話をしてるので発信すればいいと思うし。 まあそれ見て楽しめるんだったら見て楽しみっていうね。僕もまあ見てますから。最近もうア,アベプラを、今日はね、アベプラね、10個ぐらい見ましたよね。アベプラ、アベプラ、アベ、アベプラもう10個以上みたいな今日 <laughs>、ね。ずっとアベプラ流してるんですけど、面白いですね、アベプラ <laughs>。アベプラめっちゃ面白いですね。すごいですよね。昔はテレビ番組だったらね、 何時から何時までのこ,のこれみたいにしかなかったんですけど今好きなだけ好きな好きなだけ好きな時に好きなものを取り出せるっていうすごくないですかうんこう無限像に出てきますだから今アベプラ関連動画もめちゃめちゃあるんですけどそううんいやありがたいですねこれはねいってらっしゃい